本物の階段、はい。要は対処法の、小学校本物の階段って ないじゃないですか。もうなくなったわけですよ。三方の言う割には、本物の階段がないのに、なんか、おかしい、明らかにおかしいけど、それ皆さん納得してるんかなと思って。もう今の学会はね、南無法蓮華経という唱えたこの発音がもう本門の階段なんだっていう。大目を唱えます、そのあなたがいるところが本門の階段よと。言うて、もう階段論言う人あんまりいなくなったけど、まあ、理論上で彼らをかばってとか、彼らの身になって言ってやれば、そういうことですね。もう大目が三大秘宝なのと、大目そのものが。だから唱えてる私が本尊、そして唱えてる私がいるそこの場が言うてみりゃ階段で、唱えてるこの口が本門の大目と。で、何がおかしいのよと、我が胸中にこのご本尊を我が胸中におわしますって書いてあるじゃないのと、まあ、こういう論法ですので、まともな三大秘宝なんていうことをもう今の学会員は何も分かんない、分かんなくなっちゃって、そのどのくらい大事なことなのかってことすらもう吹っ飛んじゃってるから、ほとんど日蓮宗化してるわけですよ。もう大目さえ唱えてりゃいいんだよと、苦しい時はお大目さえこう口で、何もひょっとすればご本尊だってね、あってもなくてもいいんだよっていう言い方をしてる人も増えてきたからね。僕らがやっぱり日本尊ってずっとこう追求されていくから、逃げようがないわけですよ。勝手に学会が刷ったのは間違いないんだから。で、そうなると、いやー、まあ一種の的だよっていう人もいるよね。ただこうね、なんかこう精神集中するにはちょうどいいじゃないかと、そういうくらいのレベルで言ってる連中もいる。だから階段論なんてのはもう本当に何のことっていう感じね。いいじゃない。家には家にご本尊が、強いて言えばご本尊があるとこはみんな階段なのよ。自宅も階段、会館も階段ね、もっと行くんだったら信濃町の、大聖堂が階段、何がおかしいのよと、こういう発想なので、共学論で学会を今納得させるのはもう、なんつうの、レベルが低すぎちゃって共学ではピンとこないんですね。なので僕なんかはもう偽本尊だけしか言いません。もう悪鬼魔人が入ってるんですよって、自分の生活よくご覧なさいって、今まで20年前の自分たちの生活と今とよく比較してごらんなさいって。本当に正しい信仰だったら20年もやればね、もう脱皮する、何回も脱皮するくらいね、境涯って変わるもんだよって、事実私はそうでしたと。現実でそうだと、毎年毎年境涯変わってると、生活が。本当に生活変わってるし、生き方が変わってきてる。で、ますます若返ってくるし、元気出てくるし、それが、そのざま見てみろって言ってやるんですよ。あんたのその性器の抜かれた、で、あんたの家庭は知りませんけども、おそらくブロックで、みんな悲惨なこと言ってるはずだと。もう、鬱だの、引きこもりだの、そんなの日常茶飯事でしょうって。ひどいのになれば自殺、家庭崩壊、もうそういう、癌の多発、脳梗塞、そんなのばっかりだよって。ただね、大体の人は目がこう泳いでくる。そんなことないわよ、なんつってね。じゃあ、くどくあったら言ってくださいっつって。そしたら、面白い例では、いや、そんな、うちはくどくありましたよ。うちのね、旦那が、なんかゴミ収集車のなんかの仕事してるんだけど、巻き込まれたけどね、死ななくて済んだのよって。まあ、じゃあ、まあ、守られたって言うから、まあまあね、うちらだってそういうことあるから。それってまだあんのよって、子供がね、なんか大きな交通事故を起こしたんだけどね、それもね、なんか死ななくて済んだのよって、それが1年にそんなのが3回起きてんのよ。で、それでそれをくどくだくどくだって言うから、お母さんそれただのバチ、世間の人でそんな3回も命に関わるような事故がね、普通起きないですよって、一般人よりも悪いじゃんかって話したことがあるくらいで。そういうその、それも魔の通力なのね。下手に死ななかったのは、生かしといて苦しみさせてやろうっていう、魔の通力で命を助かってるようなもんで、生かさず殺さずですよ。要は、魔っていうのは、なるべく長生きさせといて、生気を吸いたいもんだから。
そう簡単にはこう命を落とさないんだよね、あの活動化してる活動家には、はい、でそのグルはあんまり活動してない連中に命を絶つんですよ。そしてその活動家を苦しめるわけさ、自分の子供の命をたあの失ってみたり、いろんなものを手を、はい、手足を切るように苦しませ苦しませといて、で、はい、頑張ってる連中からは題目を上げさせたいわけさ、あれが、あれが彼らにとっては、間にとってはあれが要はあのエネルギー源だからさ、でその代わりあの正気を抜くんですよね、吸い取る。だからもうこんなのはもうね、僕も全国でもう1500人以上、もっともう1700人ぐらいになるかな、あ、検証会も入れるからね、まあまあ学会だけで言ったら1500人以上ぐらいの人たちの脱会のその現場をずーっと YouTube 見てですよ、みんな辞めてくる人たちと出会ってきたから、もうこれはもうなんつうの、統計的に言って間違いないことなんですよ。だからあとはもう早い、出るのが早いか遅いかだけの問題だから、だからご主人もやっぱりそこはもうあの行きましょうよ、それで